富士山を登るための備品買ってきます。ウエストプロダクツアウトドアライフストア。はい、マゾリビです。ということでね、富士山登るんですけど、ちょっとね、僕全く何も持ってないんですよね。だから今日はね、それをチェックして買っていきたいと思います。で、今日一緒に行ってくれるのはね、山のスペシャリストのね、僕の兄。はい、兄です。僕の兄も一緒に行って、山のスペシャリストなんでね、はい、この人山こもりしたことありますから、一緒に見ていきたいと思います。バイ。やばい、しなくていいよ。これが僕の兄です。後ろ姿しか撮影すること許されませんでした。はい、あの富士登山ね、僕夜登るんですけど、そういう時にね、ヘッドライトが必要らしいんですよ。で、今結構見比べてるんですけど、ヘッドライトの種類多い。ほらね、ちょ、すごくないですか、これ。これをこうやると、ほら、光が強くなるっていう。ごめん、全然わかんない。わかんない、わかんない、はい、本当はね、ライトこっちが良かったんですけど、こっち買ってきます。何これ、ウエストヘッドライトっていうやつですね。はい、今靴を見ております。半端ない。どれ買ったらいいのか全然わかんない。ありすぎです、ね、いっぱいありますね。ちょっと安いやつ履いてみたいと思います。ちょっとかっこよくない？よいしょ。はい、ということでこちらに決定。これ 13,650 円なんですけど、比較的登山靴の中では安めみたいです。ちょっとお金ないんで、これで、ね、行きたいと思います。山の専門家、靴下大事？靴下は、うん、もうね、10種類近く試したけど、うん、間違いなく、うん、スマートウール。スマートウール、こちらですね。いや、いろいろ種類あるスマートウールってやつが、山の専門家から言わせるとすげーいいらしいです。間違いない、間違いない。夏も冬もそれね、間違いない。富士山こもってずっといろいろしなきゃいけない人にとってはすごい良かった商品なんですね。東京マラソン、あ、顔も撮ってんの。はい、ということでね、今日は靴とライトと靴下買いました。これで富士山挑戦したいと思います。1万5000円から2万円ぐらいのお買い物でしたね。はい、ちょっとね、これで本当に登れるか不安ですけど、とりあえずね、レポートをお楽しみください。ということで、今日は登山用品ご紹介していきました。以上、マスオ TV でした。バーイ。